今週はウォール街にとって2024年で最も重要な週となりそうです。今週は S&P500 指数に含まれる企業のうち約 20% が第4四半期の数字を発表する予定です。マグニフィセント7と呼ばれる企業の決算も目白押し、これらのハイテク企業の多くは今年の市場上昇の原動力となった。これらの企業は最近の上昇後のバリュエーションを正当化するために高いハードルをクリアしなければならない。これまでのところ S&P500 指数に含まれる企業の約 25% が決算を発表しています。ファクトセットのデータによればそのうちの 72% 近くが予想を上回っているということ。それでは今週の注目の決算発表を見ていきます。まずは火曜日、 GM の第4四半期決算はストライキの労働者との合意に達した後安定の兆しをもたらす可能性がある。しかし同社は現在自動運転車部門のクルーズをめぐる懸念に対処しています。同社は過去3回の決算では株価が下落しています。アルファベットは火曜日の引け後に決算を発表予定。同社は前年同期比で大幅な増益を報告すると予想されている。同社の株価は去年 58% も高騰したと、今年もすでに 9% 近くも上昇しています。投資家たちはこの勢いをいかにして維持できるか、特に AI の分野で手がかりを探るだろう。歴史的に見るとアルファベットの決算発表後の平均上昇率はプラス 1.45%。 しかし過去5回の決算発表を見るとそのうち4回は株価が下落しており、そのうち2回は 9% 以上も急落しています。AMD の収益は前年同期比で 10% 以上急増し、売上高は1桁台後半になると予想されている。同社は2023年に見られた AI の勢いに乗り続けている。年初来株価はすでに 20% 上昇しており、2023年も 127% 高騰した。チップメーカーに対する期待が高すぎるのではないかと考えているアナリストもいます。ノースランドキャピタルのガス・リチャード氏は AI への期待は非合理的な高揚に達していると述べ警戒しています。歴史的に見ると AMD は決算発表後に平均で 1.39% 下落している。スターバックスの EPS は前年同期から 20% 以上伸びると予想されている。同社の主要市場の一つである中国の経済の健全性に疑問が残る中、同社の株価は2024年に再び低迷しており、ここまで 3% 以上も下落しています。火曜日はマイクロソフトも決算発表あります。ハイテク大手のマイクロソフトの収益と売上は前年同期で 15% 以上拡大すると予想されている。同社は去年11月から12月にかけて生産性ソフトウェアのコーパイロットの販売を開始した。アナリストの見立てが正しければ同社は増益となる可能性がある。マイクロソフトは過去6四半期中5四半期で業績予想を上回っています。つまりいい決算が癖になっているということ。歴史的に見ると決算日の株価は平均してわずかに上昇しています。次に水曜日、まず注目がボーイング。アナリストはボーイングの収益は前年同期比で若干増加すると予想している。投資家はドアパネルの吹き飛ばし事故の影響について注目している。同社は財務的な影響とより長く続くであろう評判への打撃について説明すると見られている。ボーイングの主要顧客であるユナイテッド航空はすでに MAX10 を保有計画から外すと発表している。ボーイングの株価は過去4回の決算日のうち3回上昇しています。そして注目が木曜日、アポーは今期前年同期比で2桁の増益を報告する見込み。投資家たちは同社の主要市場の一つである中国での iPhone 販売の見通しを注視している。今月初め複数のアナリストが中国での販売減速を懸念し株価を引き下げています。歴史を見ると同社は 89% の確率で業績予想を上回っています。決算日の株価は平均で 1.3% 上昇しています。アマゾンの売上は 10% 以上伸びると予想されている。投資家にとって重要なのは同社の AI 関連プロジェクトに関するガイダンスとクラウドの AWS の好調さ。 B スポークによればアマゾンは 63% の確率で業績予想を上回っています。また株価は過去2回の決算日ではいずれも上昇しているということ。メタプラットフォームズは前年同期で大幅増益と増収をアナリストは予想しています。メタは今年 11.4% 高と好調なスタートを切っている。今月初め CEO のマーク・ザッカーバーグは同社が NVIDIA の AI チップに数十億ドルを費やしていることを示唆した。メタの株価は過去4回の決算日のうち3回上昇しています。さて今週は決算発表だけではないです。 FRB の最新の金融政策決定と1月の雇用統計も発表されるんです。 S&P500 指数、ダウ平均、ナスダックの3指数は過去13週中12週で上昇している。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13週中12週上昇しています。一部の投資家は AI の夢を見て株価が高騰しすぎたのではないかと心配している。 S&P500 の時価総額に占めるハイテク株の割合が非常に大きいため、特に今週発表されるメガテックの決算発表、もし期待外れの決算になると株式全体にとって大きな足かせとなるんです。さて1月の株式市場のパフォーマンスは非常に重要です。ウォール街では1月の株式市場の動きはその年の残りの相場
場の動きを示すと言われているんです。現在 S&P500 指数は1月初めから 2.5% 上昇しています。今日、明日、明後日とこの3日間が非常に重要なんです。原油価格が上昇、ドローン攻撃で米軍が被害に遭い、中東危機の深刻化で原油価格が上昇している。ヨルダン北部で米軍兵士3人が死亡した無人機攻撃について、ホワイトハウスはイランに支援された武装勢力によるものだと非難。中東情勢の緊張が大きく高まったことを受け、原油先物は急進した。イスラエルとハマスの戦争が10月に始まって以来、米国初の死者が出てしまった。バイデン大統領は週末に報復を誓った。全ての責任者に責任を取らせる。共和党議員の中にはイランへの直接報復を要求する者もいた。上院軍事委員会の共和党幹部は、バイデン政権のこれまでの対応はさらなる攻撃を招いただけだ。今こそ全世界が見ることができるよう迅速かつ断固とした行動を取る時だと述べた。イランは今回の攻撃の責任を否定しています。イランに支援されたフーシ派武装勢力が黒海の海運を攻撃し、タンカーや貨物船の旋回を余儀なくされている。原油については現物市場には影響があるものの、中東からの原油の流入を妨げるには至っていない。世界最大の石油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を目指すイランの動きは依然として最大の懸念材料である。原油価格の上昇はアメリカ10年債利回りにも影響します。こちら現在 4.13%。さて、今週は雇用統計も発表されますけれども、今米国の雇用環境は好調なんです。失業率は2022年2月以降 3.4% から 3.8% の間で推移している。しかし解雇は終わらず、解雇を逃れた社員も不安を感じているんです。 S&P500 指数は過去最高値を更新し、ナスダックも過去2年間で最高値を更新。アルファベット、メタ、マイクロソフトの株価も過去最高を更新した。ウォール街がシリコンバレーに喝采を送る一方で、これらハイテク企業は急速に人員削減を進めている。今月だけですでに85社のハイテク企業から2万3000人が解雇された。これはこの業界で3万8000人近くが解雇された去年3月以来の多さである。先週は SAP が8000人の従業員の転職またはレイオフを発表。マイクロソフトはゲーム部門で1900人のポジションを削減するなど動きが活発化した。またフィンテックの新興企業ブレックスは従業員の 20% を解雇。 TikTok は主に販売広告部門で60人を解雇。 e コマースで家庭用家具を販売するウェイフェアは1650人を解雇。 eBay はフルタイム従業員の 9% にあたる1000人を削減した。 eBay の CEO は従業員に対し、我々はスピードのためにチームをより良く組織化する必要がある。より機敏になり、より迅速な意思決定を行えるようにするためだと述べた。 Amazon は数百人のポジションを廃止した。 Unity は従業員の約 25% を削減。メッセージングサービスを提供する Discord は従業員の 17% を削減すると発表した。レイオフのピークは昨年1月で、テクノロジー企業277社が9万人近くを削減した。人員削減の大半は2023年の第一四半期に行われ、9月までは毎月削減数が減少し、年末にかけて再び増加した。そして今月に入り、再び人員削減が急増している一つの理由は、より少ない人員でより多くのことができるようになったと企業が気づき始めたんです。新しい生成 AI 技術が可能性を示す中、人工知能が大きな注目を集めている。テクノロジーがより賢くなるにつれ、人間の労働力の必要性が減少しているんです。 AI の需要は非常に大きいです。一部のハイテク企業は AI 製品の開発により多額の投資を行うため、事業の一部で人員を削減している。またウォール街はリストラが好きだ。セールスフォースは2023年1月に従業員の約 10% を削減し、そこから株価は2倍近くに上昇した。メタも人員削減発表後、株価は急騰した。レイオフの見出しを読んで、次は自分の番かもしれないと思っているアメリカ人は多いです。2000人近くを対象に行った最近のデータによると、アメリカ人の 85% が2024年に職を失うのではないかと心配しているということなんです。大量解雇を生き延びた人たちの不安は、職を失った人たちが感じる不安とほとんど変わらないという研究結果も出ています。確かに今アメリカの雇用環境は好調だ。しかし解雇に怯えている人は増えているんです。